皿も炒め、うん、あれなんか食べれないもん、ダメなやつあります、食べれないものあります、あれまあでも大丈夫ですね、うん、これ肉玉でこうみんなでつけば結構美味しくいけるんじゃないですか、嫌いなものはないです、うん、あ、私は全然あれですよ、一人一品なのでなんか一人ずつ3本いくずつ、うん、一級二本見てたと思いました、一級二本見、オッケー、なんかポテトフライ的なものそう欲しいよね。まあ、これでもこうタラモ、タラモ、タラモ炒め。え、芋にタラ明太子じゃないか。で、タラモでしょ。タラモ。いやいいよ。食べる食べる音出してよ。決まった。いやこれこれとこれがあればちょっと肉がボリューミーなら全部2つ、うん、クリアできてると思って。じゃあ、チーズなんか頼んじゃいますよ。なんか揚げ物は高いっすよね。いや、あのポテトフライが好きなんですよ。なんかやっぱ安定しないんですか、目が安定しない。すごい気になる。今配信してしてる、あ、してるんだ。そういうことか。そういうことね。さすが、すごい鋭い。どうもです、どうも、揚げてる、どうも、飲んでめーす、今から飲みまーす、そうそうそう飲みまーす、え、今日そんなにかすってるの、マジでマジでかすってるの、ね、七色ちゃんじゃないです、私はバルタンちゃんなの、いやもうやだやだ、もうここがピンポン的な感じですね、お呼びボタン押せまーす、手やなかった、姉さんかとでも年下かもしれない。年下かわかんない、どっちかわかんない。年齢40ですから私。ええ本当ですか。へえーそう。人体の神秘の。人体の神秘。あ、お姉さん質問いいですか。はい、どうぞ。そう、シャカシャカポテトのコンソメ一つと、いいイキューロストビーフ、かわいいよ、かわいいよ、かわいいよ、牛煮込みで、あとなんだっけ、タラモ炒め、タラモ炒め、はい、あと肉豆腐、肉卵、タラモ炒めと肉卵だっけ、肉玉ですか、肉玉、うん、はい、以上で、で、ご品です、ね、いただきで、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、うん、コンソメ、コンソメです、はい、よろこちゃんは彼氏とかいるんですか、いないです、募集はしてますか、してます、向き的に自分がなんかこう一番映るかとこにいいじゃないですか、さっきなんか店員さんを揉んでる感じになって、人の例えば私なんかどうですか、すっぴん、すっぴんが見たい、私もお願いします、私もお願いします、バルニーで配信されたえ、あ、そうだね、コメントくれちゃうよね、初めて見た、イケメンイケメンじゃなかったらこんな可愛くない、でも、可愛くならないですよ、よく私より体重が軽そうだからちょっとダメ、絶対軽いですよ、ダメ、体重は私はだってキャッシャーだもん、なんかキャッシャーじゃないよ、お腹たぶたぶだから、私ちょっと整形してこよ、整形してこよ、同じ感じ、整形してこよ、同じ感じになってる、そんな気楽に言わないよ、いや人造人間キャッシャーみたいな感じ、キャッシャーね、もう分かる分かるよ、ガチムチが、ガチムチってかの、あの頬が好きっていう、いやいや25歳ぐらいですか、だらしねえなみたいな感じ、えつんねおさん、ね、すごい大きい、忙しい、さ最近忙しいの、32最近コメントなくて寂しいですよ、来てね、ちゃんとね、うん、でも私この前枠内でなんかあのちょっと24とか言われて、うん、やったやったごめん嘘、32に見えた、あ当たってる、大体当たってる、大体当たってる、来年33歳、結構家で配信するとき普通にすっぴんでメガネで眉毛しか描かないんで、はいはい、あ結構雑談をやられてる、そうです、ね、雑談配信、うん、なんか裏で見てるかって昨日発表して、いやいや全員入りますよ、あじゃあ後でいけるか、いけますね、いけますね、
はい。八重尾で見てたらしくて、かずきさんが。そう、いや、どこも。はじめだってさ、あの名前に。すいません、こちら失礼いたします。はい、させていただいております。OK です。はい、はい、はい。モル、モル。いらないです。モルモル。リサイクルも貼って、振り終わったやつ。いや、これは置いててもらって大丈夫です。これどれが。あ、ちょっとそれ預かります。すいません。これ誰が振るんですか。これ置いてあった。うん。あ、それ、あ、そうだ、でかいよ。あ、じゃ、本当でかいね。モスコミの設計してるんですよ、そうだね。はい、そうだ。はい、もうこんぐらいでか。わかるんだ、見ただけでわかるんだ。これ普通、普通サイズ。ビール。乾杯。乾杯。すいません、はじめまして。はじめまして。はじめまして。てんてんです。今週ずっと飲んでる。マジか、まあね、時期だからね。あれ、カズちゃんとは初めましてですかね。ひたすら飲んでる。はじめましてから、お互い顔出しなんてないですけど。全然、あの、はじめましてっていう感覚がないんですよね。ないですね、全然ないです。こっちも、もう、はじめましてですから、全然ないもん。何回会ってるかわからない。もう何回会ってる？恋人同士。いや、きついわ。お互いで、きついわ。ゴルダさんも結構合ってるよね。結構合ってますね。はい、今週は箸の虫です。虫。自分もおそらく、あの、挨拶するのは初めてなんですけど、何回か多分活動してると思うんですよ、今週は配信で。そう、過去にどう1週間、私も多分お見かけしてると思うんですけど。あ、そうなんですか。わかんないです。はい、まあ、どこにでもあるような顔ですけど。いやいや、結構マジでマニアックな顔。うん、お互いにもうみんなマニアックな顔だから、ね、まあまあ、あるよ、マニアックっちゃマニアックのマニアックかわいい。いや、もう全然来ないですよ。いやー、今日は良かったわ。本社配信こうやって可能なレベルでメンバー紹介をお願いします。わかりました。まず、ニョロニョロちゃん、雑談生虫です。雑談、はい、エロ下ネタ、エロ下ネタ生虫ですか。はい、コミュニティ作ったばかりなのね。そうなんですね。1週間ぐらいです。はい、1週間、あー、なるほどね。これから、ね、育てていく場合のね。野郎です。おっさんです。おっさん、あれ、名前は？正規松橋さん、テンテンと申します。テンテンさん、正規松橋さん、テンテンさん、テンテンさん、テンシロウ。ラオだっけ。ラオ。編集部からラオで言ったらどっちですか。むしろ光る媚びぬ帰り見ぬみたいな感じの。そっちの方、聖帝の方、聖帝の方。ラオっぽいですよね。ラオ。ラオっぽい。髪型はラオ。ラオ、はい、そしてこちら。あ、こんばんは。カズキです。眉毛系男子カズキです。何人の枠だとそんなにシャイな、はい、こんばんは。シャイな、はい、そしてこちら。そしてなんと、なんと完全無欠のこの雑談の話、ホリエモンです。ホリです。ホリです。よく言うよね。よく言うっていう、なんかこう水を得た魚のようにこう人を突っ込むね。なんか、え、そういう感じ。え、あ、うちは年下で、でも男性は結構、はい、男性もあって根本のネタが多いです、ね、そうですよね。やっぱこう、あれですね、男同士のそういうのにちょっと夢が、夢は持ってたいですね。持ってたいです。持ってたいですけどね。例えば女装子と男子みたいなのはどうですか。あ、超好きです。てか女装子好きです。女装子マジですか。なるほど。じゃあ私と付き合っても問題ないじゃないですか。いいんですか。問題ないでしょ、全然。今さらっと言ってる。さらっと言ってる。問題ないでしょ、だって。やったやった。え、でもこの姿でパコれますか。パコれるって言いそうな。パコれますか。え、どっちがパコるんですか。そっちが先ですね。バルタン邪魔よね。私は若い方形かすね。バルタンなんだ。掘りますよ。掘りますよじゃねえよ。そこで掘りもん。掘りです。その掘りですって感じ。じゃあ
みんなでもネームを掘りましょう。掘りますって。掘り掘り掘り。掘らせないよ。すいません、遠慮しておきます。ロースビーフ。ロースビーフ。ニョロニョロちゃんはペニバーニチョールになってきますからね。一応性別学的は女性女性ですからね。そうそう。トースターで誰が頼んだ？頼んだ方。トースターで誰が頼んだ？まあいいか。ロースビーフ頼んだ方。ロースビーフでしょ？ロースビーフ。で、タラも。で、肉玉。ポテト。ポテトかぶったの？で、2球煮込み。さあ。え、頼んでないの？どなた？どなた？シレット。私のこと。見てたよな。まあ別にいいんじゃない？ゆっくり聞いて。暑い。体が燃えるよね。燃えるわ。汗ばむわ。しっかり仕込んでる。しっかり仕込んでる。汗ばむわ。かわいいでしょ。マジバーサーか。でもなんかあのパコれるかって聞いたら。掘る側がいいそうなんです。掘る。だってもう頭の中で今混乱してる。かわいいのに。え、嘘。掘るみたいな。ちっちゃい子見る？うん。こっそり机の下から。それはもうダメだよ。机の下でこんな。見えないところでやったら面白くない。ただあれだからね、あの一緒にあの男子トイレ入ったことがあるからさ。そう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 。最近普通に男子トイレで普通に立ちションできるな。漏れる漏れる漏れると言ってさ。やばいトイレ行こうトイレ行こう。いやでもなんかニョロニョロちゃん女装子好きだって本当好きって今なんか拳入ってたからもう本当に好きらしいです。本当に好きみたいな感じ。そう。私の配信見れば分かるね。たまにこうゲイの人が見るゲイのこう漫画とかさらっと好きですとか。2年前の私だったら無理やり抱いてると思う多分。本当に2年前ってもう早いな。本当に最近最近な話いや全く最近そういうことに全くもう本当に無頓着になっちゃって。私も無頓着になっちゃうので。じゃあ肉玉で。ねえ、そう思うでしょ？ねえ、半年ぐらい彼氏いない。だってみんな私が他の女とか男とやっちゃったら寂しいでしょ？嫌でしょ？そうでしょ？ねえ、絶対そうに違いないと思ってる。あれ元彼は何歳ぐらい？前ならやってたのか。何を言ってた？2年前だったらもうどそこ好きとかって言われたらガバーだよ。どれくらい？もうこの場で中だよ。この場で中。7年くらい。7年。楽しくなんないですか？作らないですか？今はちょっと仕事の方が忙しくて。なるほどです。中しろよ。これが5月だから。あ、7ヶ月ぐらい。なんかあれですよね、同棲してたんですよ。配信以外は全然ないんですよ。なんかすごい広いところに住んでるなって。広くはないだろ、2日目。ありがとうございます。ニョロニョロ様、お久しぶりです。カズキ君の配信を見ていないものですので、すみません、いるのかな？います。コミュニティ人数30人ぐらいの。チューしろよってダメだよそんなの。ダメだよ。私はでもホレモンちゃんとかあとカズキだったら全然チューですよ。隣のパーカーの子に超注意してる。この辺されてるよね2人とも。この辺されてるよね。私の役だよ。これっていうのが放送中ありませんでした。放送中、いや別にありなかったよね。バルタンさんのかっこいいかこの野郎。カズキこんばんは。たまにゆっくり飲んでください。たま出てくるのよ。はい、2回目ありがとうございます。どうもあざすあざす。バルタンさんに許されたらおっきいしちゃう。そういう怖いね。怖いね。カズキさんが今ちょっと頭高くなってビールモードになってた。カズキさんが堀さんにチューされたら違う、バルタンさんにチューされたらおっぱい映して何言ってるんだよ。
そう どうしてもね BL が好きみたいでなんかこの2人をどうにかしたいっていう彼女の意図がね、そう伝わってくるんですよね。はい、あの、なんかアザスからの、なんかアザスアザスアザスからの波動拳がなくなってるっていう話を。なくなってないですよ。コミュニティフォローが見えないんだもんだって。まだ光ってる。なんかあれ？いやいや、押せるときは押すと消えるのか。あ、そろそろ落ち目じゃないよ、すでに落ちきってるわ、ボケカスそろそろっていうのはね、それはね、ね、落ちているのにまだ落ちてない強がってる人間に対して言うものです。私は超底辺の落ちきってる人間だっていう自覚を持ってるから、全く聞かないから、そういうのどんどん書いてください。はい、そうだよ、花丸のとこ転がるんだよ。超過疎過疎超過疎過疎の底辺玉虫っていう私のジャンルは、もがいて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 、ボケかすよ、お前後でお前通報しようからな。天然さんにそんなにいやらしい嫌味を書くやつ大嫌い、本当に。やらしく、じゃあ聞いちゃう、聞いちゃう、やめろ。から天然さん振ります、シャカシャカ。どこから来たんだよ、おめえ。どこから来たんだよ、おめえ。どこのリスナー、こういうやらしく振ります、シャカシャカ。表情顔芸悪い顔やってね、誰ともやってねや、ボケカスは。もうありがとうございます、ありがとうございます。シャカシャカタイム、バーテンか、バーテンか、お前はバーテンか、バーテンか。まだ働いてたんですか。働いたことない。居酒屋でしたっけ。あ、でもわらわらですよ。ああサンタクロース？恋人はサンタクロース。き、き、恋人いないですよ。恋人も男も女もいないです。はい。男の人でも大丈夫。男の人はちょっとだけ。ちょっとだけ。でも基本的には男の人は NG でお願いします。はい。基本的には。いい女の人いないですか？ねえ。そう。でもこんな近くにいるなんて、こんな近くにいるなんて、これって運命なのかしら。ヨロネロちゃんにだったらケツ許しちゃうかもしれない。バルちゃんに、じゃあ私も、私どこだ、私じゃあおっぱい許しちゃうかもしれない。私どこだって選択肢1個しかねえだろ。そう、影でそう見てるんだ、赤ずさんのバリウム、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 あれ知らないか、あの、その配信って横向いてとかいうあれ。ああ、何それ。あの、父のデカさが半端じゃないんですよ。父のデカさが半端じゃないの。爆乳系なんですよ。爆乳系なの。はい、爆乳系、横から。ああ、ああ、これ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 おっぱい星人だよ。今度ガムテープにさ、お運ぼうよね、コミュニティ番号。これやると、これやるとなんか水着になってとか、誰がすぐエッチするの。エッチなんか全然1年もしてないわけ。夏場がちょっと言われるかもしれない。横向いてとか、お尻向いてとか、お尻見たいとか、こうくる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 回転されたら、バリウム検査かって。それに、あ、そういうことね。それに応じるニョロニョロさんもって感じですけど。もうちょっとちゃんとした服着てくればよかった。おっぱいから入ってきた。でかいな。おっぱいな。ハプバーで働いたことあるって本当なの？ガチガチガチ。ハプバーの店員さんって何、どういうお仕事？ちなみに自分も知らない。
ハプパーティーどんなのハプニングマンっていう風俗自体もあって、もともと飲んでたお店の人がそういうところでテストやってて、あ、そういうのがあるんだって。あったデコルト。本当さんだけちょっと学校行ってて無職の時があって、ケーキ代が欲しかったんですよ、うん、ちょっとまあ融通が利くじゃないですか、うん、まあ、してるから。でも風俗場とかはやりたくないなと思って、で、うん、ちょっともう顔を含んで受けて、まあ、やってることはもうあんま言えないんですけど、言えないよ、店内で。私行ったことあるからここは。うん、でもあるみたいな感じで、私はただお酒作ったりトイレ掃除したり。確認の前ってそういうとこなんですよ。あ、じゃあこの森村さんがそのハプニング起こるだけじゃなくて、そのお店の店員さんとして見てたり案内してたりしてだけなんです。それでハプニングが起こったとすれば、太ってすぎてこう制服とか着た時にスカートのバリッてやったら、ごめんなさい店長、コスプレ破けた。そっちのハプニングやね。スカート破けちゃいました。もう働けてないんですか今？IT 系働いてます。IT 仲間ですね、どうも。会社員です。いや、素晴らしい。仕事できるもんな。それほどやばい。なかなか言ってニコ生見てる人結構少ないですよね。本当に少ないよね。少ないですね。でも今会社で何人かにも言ってますけど、全然興味ないみたいで。見ない。好きな人は好きだし、そうそうそうです。なんか来ました。ニコ動を見てる子がいてるって、その子にも言ったんですけど、ニコ動だからって話されて、すごいサイト。ニコ動を見てたまあまあな。ニコ生ってたもっとわずか。ニコ動はもう前々から聞いててずっと黙ってた。マイクです。恋人は参考オスマンさん。自分もやっぱニコ動からニコニコ知ったんで。ギニアからやってきた。ボカロが曲で。やめろ。マイクですから。マイク。自分が知ったのはあれですか。明日撮影。でもハプバーで働いている時だったら、ハプバー行ったらなんかニョロニョロ割引みたいなのが発生したんですか。割引、まあ、割引、店員さんだったわけですもんね。店員さんで10ヶ月ぐらい生放送。女性にそれを振るのはやめてくださいよ。本当にダメだよ本当。これはこれはあかんよ。これはあかんよ本当に。やめて、もうニョロニョロちゃんやめて。ちょっとこの後私の本物本物でお願いします。本当に本当に最初は本物の方でね、ましたってマスクやっぱ無理と思って金バラ祭りじゃねえ、やめろ。面白いだろお前、最高かも。急に始めるほんとにネタになるか覚える。ちなみに一回摘発できたやつがあって、大変らしいですね。大丈夫でした。その時みんなよく来てくれて、先生もあるじゃないですか。よかった、それ稀なパターンだね。あれだから捕まってたら人生変わってたもんね。本当にそれが正解なのかわかんないですけど、で、まあ、ある名前さんにすごい食える気だよね。昔からパソコン壊したって言ってた。いや、もともとあの映画館の最初グラビティの話からずっで、料理が好きなんで、まあ、絵描きさんなんで、いや、絵を描けないんですよ、デザインの。こういうやつだ。こういうやつ、なんかそういう、なんか、パチンコ屋とかもチラシとか。はい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 。なんか、一個見ましたね、あの、ドン・キホーテの、あの、こういうなんか、ポップ作ったりとか。いや、ただ、会社とか、そういったところではもう一切、配信はしないっていう。迷惑かける。まして、人の車が預かってるから、何万も違う。ダイレクトメールとか全部。それが一番いらっしゃい。確かに確かにそう。今のそこは普通に。会社に車があったらね、なんぼでもいい。火災ですね。そうか。現役走ってる。現役走ってる。あれしか見えないんですよ。頭もやっちゃいけない。頭悪いんで、漢字読めないね。頭悪くて、漢字読めなくてもいい。
モテないですよ。頭悪くて相手読めないねって言われて、もともとはでも配信で漢字読めないのはステータスですよ。漢字読めない、面白いもんだから感じで放送してる、ね、そう、ニョロニョロちゃんだよ。今と全然変わらないですね、スタートからずっと。今日から付き合うことになりました、ニョロニョロちゃんです。参加した時にはもうね、よろしくお願いします。申し訳ない、知らない、素顔知らない、そう、それもいい。ニョロニョロバルタンの関係でずっと付き合い続けるって。ああ、そうだ、ちょっとホテル配信行きましょうか。ちょっと待ったちょっと待った待ってくれ、シーゴム買ってないから。ホテル配信ですか。私は今日ホテル行ったら確実にやりたいんで、ね、やっちゃうと思うから今日はやめとくわ。私が性欲が足りない時に行こうね。今日行ったらな、これからコピーって私めちゃめちゃ大変なやつ。そうだよ、疲れるよ。そうだよ、もしかしたらバルタンがいてるかもしれない。そう、中心人物はバルタンかもしれない。違うよ、私は上の口から対処できないからダメだよ。あ、マジで、俺なんかバルタンさん相手すんの。え、あ、マジでダメだよ、カズキのファンにぶち殺される。よ、本当にカズキさんのファンに殺される。カズキのファンめっちゃ怖えんだから、マジで。同時に女性同じにゃんじゃん。私の枠でね、誰とは言わねえけど、みんなブロックされるからね。コメント来るんだから、カズキって可愛い、かっこいいよねってコメント来るんだから。関係ねえだろ、私の枠でさ。ケツモンおじさんから、やばい、ケツモンおじさんだって。ちょっと昨日ちょっと心が触れ合ったって。ケツモンおじさん何か言ってました。え、なんか女だったのかこいつみたいに言われて、あー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 。でもなんか俺らちょっと2人とも気になってた、どうしよう。別のおむつさん面白いよ。人の枠でこう心が触れてくる。ケツモンさんだいぶ面白いよね、あの人。面白い、めちゃめちゃ面白い。だって初め、カブキさんの枠で男としてコメントしてたんですよ。で、写真って女だったら面白いだろうなって思って、で、なんかスカイプやったら私間違ってあのカメラボタン押しちゃって、ああそう、トップしてくれた時でしょ。急に顔出してくれたから、えっと思って、やばいと思って、すぐ聞いて顔出してくれんのって。だからあれもコメント出されたら、急にね、ヒートでこう聞いていたから、あ、やばいやばいやばいって思って。でも、今日帰ったらもうパソコン配信に切り替えるよ。でもやり方が分からない。カズキは一体誰に行くの？誰に行く？だいぶモテてるからさ。そうだそうだ。もうさ、そうだそうだ、決めちゃえよ、もう。そうだよ。あれですよ、男性の方が非常に多いので。それは知ってるけど、それは知ってるけど、それはまあ排除しようよ。そう、そう。私はそのうちの一人に入ってないよね。私は男か女かとは別だよね、別だよね。よかったよかった。すごく男にモテてるよね。じゃあもうこれでも私はそういう業界を垣間見てきてるんで、本当に男にモテるタイプですよ、本当に。本当に狙われるタイプ。ほら、ここでもコメント来て、俺もカズキ推しメンって書いてる。いやいやいや、よだれ出るわ。よだれ出るぜ。カズキ推しメンってどういうことだよ、俺もってついてる。痛そうだから、俺もカズキ推しメンってどういうこと。痛そうだから嫌なんでしょ。今痛そうっていう言葉にニョロニョロちゃんが反応したっていうね。カズキさんだって初婚ですから絶対でかいよね。そう、でかいって言ってたもんだって。見てないんですよ。あ、見たんですか。いや、あのでかくない、太いだけ。そんな関係だったでかくはない。自分の枠でちょうどこのサイズで言ってたもん。みんな侮れないよ。ニョロニョロちゃんカズキ食ってるかもしれないよ。知らないよ、知らないところで。みんなわかんないよ、わかんないから。本当にグイグイ言ってるからね、さっきからね。カズキ好きハート目線が、視線のレーザービームがすごいから。そう、私はわかる。オカマだから。オカマじゃない。オカマじゃねえしか。オカマではないじゃないよ。じゃあクリスマス前にね、パリスできるかな。なんか2人から来てるから、やったー。私は、カズキとライバルになるの。カズキと女を取り合うことになるの。ちょっと待った、俺もいるぞ。うん、なんかいた。ボピーだ、頑張れ。ボピーだ、よし、じゃあ、これでやろう。イエーイ。何の息と思うな。息と
統合してるし、やっぱね、生主ノリノリカズキなんか引いてるぞ、順当派じゃない、 5P ってどうやってやるんだろうなと思って、いやそれは前から後ろからですよ、私が大変だったんです、だって穴って何個ある？3個だから1人余るんですよ、口と、そうそうそう、腰と、通常と、男同士でムカデ人間みたいな、あ、両手があるから、あ、両手があるから大丈夫か、両手があるから、下と横と、ここ前と、じゃあ最大 6P までは可能ってことですか、可能ですよ、そこまで残る、1、2、3、4、5、でもう一人は本人だから 6P、 穴を増やすときに、じゃああと一人あと一人男さん参加者募ります、めちゃくちゃ重労働だ労働になってるし、まあ、確かに労働だよね、労働ですよ、労働オブザリングですよ、本当に労働オブザリングですよ、一人募集しなきゃいけないですね、まだ間に合う、まだ間に合うぞ、枠ないで、ちょっと池袋だ、なんで本社来るのやめるの、おいでよ、まあ、私も行くかどうかわからないけど、ただ私ね、明日予定空いてますよ、私のここ空いてますよ、皆さんどうしますか、あー寂しい、私も空いてる、空いてる俺もだ、私明日一人でなんか細々とニコ生見てようかな、じゃあニョロニョロとカズキと私の 3P ラブホ配信、ホテル代は割り勘です、割り勘、あれ近くあるから近く近く、カズキさんに私ローションとか買っていくのは全然ある、はい、あ、そうだ、あとでさ、すぐ近くにさ音のお茶があるからさ、そこ行かね詳しすぎる場所ローションえ、だって言ってたじゃないですか、あ、でもどう、あの濡れるタイプ何聞いとんだよ今の良かったよ、カズキカズキらしくなかった、今の良かったよ、今のいいよ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 、どういうことだと思います皆さん、怖いわこれ、どういうことなんですか、いいよいいよ、カズキの口からね、どこから突っ込んだらいいんですかね、今の映ってないから、普通じゃないですか、もうリアリティがあるよ、リアリティが、もうしっちゃかめっちゃかよ、比較したことないんで、入れられるときにこうすんなり入るか入らないか、濡れ人によりも、単にやるじゃねえ、やめろボケやめろ、お前らやめろお前らやめろ、やめろやめろやめろ、ピピピピピ、いつでも準備万端、いやでもこの2人だったら多分もうニョロニョロ、多分最初から濡れ濡れですよこれ、絶対にこの2人だったらこの彼ね、そんなね下水話ないですよ本当に、カズキはボソッとボソッとしもれたけどやめろ、結構さ結構素で言うよねネタにしましょう、ちょっとそう、真ん中の人綺麗でしょ、そうなんだよ、綺麗なんだよ、ニョロニョロちゃんだよ、ニョロニョロちゃんです、ニョロニョロちゃんだよ、ニョロニョロちゃん、今日はちゃんと化粧しますカズキ問題発言、ニコ生から追放か、トースポ速報なんでうちそんな厳しいんですかねトースポからすっぱ抜かれてるよカズキには厳しい配信厳しすぎますよ、カズキさんニコ生ってチンコとかマンコとか言っても大丈夫なんですよね、やめろやめろバカ野郎人の枠は反省して言うなボケ、やめろニョロニョロさんよろしくそう、ニョロニョロちゃん、でもごめん、私今夜彼女を抱くからごめんねよ、本当に申し訳ない、無理やり押し倒すやつでやるから、やめてやめてっていうところ無理やりやるから、今ここ時開けて本当に無理やりだよ、みんな興奮するでしょね、想像するだけで我慢してね、言うだけだからね、チキン野郎だからねチキン、チキン、私酔ったらわからないから見て、でもほらニョロちゃんバルタン許さんやめろって、みんなほらほらほらニョロニョロファンがもうこんなにやった、でもむしろ私が押し倒すかもしれないパターンもあるから頑張ってとかやめろボケニョロニョロコミ抜けるってほらファンすごいファンが怒ってるよ、えバルちゃん立って立ってないから、ふにゃふにゃだから、超ふにゃちんだから、めっちゃ立ってるから、こんなビッグドルやめよ、これもうおしぼりです、私が
あれとディスられてる。違う違うよ。だから私とマルタンがそんなことになったら抜けるぞって大好き。あとあの私がむしろ押し倒すかもっていうコメントに対して。そうそうそう。なるほど。そう、そんなことするなと、俺のニョロニョロにそんなこと、そんなことニョロニョロはってことですよ。そういうことですよ。ニョロニョロさんとかっこいいです。俺のマルタンさんかっこいいです。違う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 。今夜は受け入れてないから。おいでよ、じゃあそんな言うんだったら。そう、ニョロニョロちゃんどこも見たいでしょ。本当だよね。本当だよ。みんな均等に4人分愛します。天使かよ。天使だ、天使、天使、天使。そうになったわ、今。天使かよ。愛してくれ。あのやり方は、やり方は某点で熟知しております。ニョロニョロちゃんレベル高いな。おじさんの扱いが上手って言われません。多分ねえねえ、絶対そうですよね。ひらひらと転がされてる。はるせいちゃん、はるせいちゃん、高校生の時にその時にいくつの人と付き合ってたの。あ、じゃあ次な中の見ます。同じモスコで年上の方が好きですよ。岡田さん、次は私は、むしろ相談割りいただき、相談割り年上が大好き。40歳とかいけますか。セーフですか。セーフです、うん。バッタさんの40歳だったら全然ありですよ、ね。コンパクサイトしてて61歳の人から来た時は、うん、ちょっと無理。そうね。しかも絶対61じゃない顔してる。70ぐらいの顔してる。そっちだったんだ。ちょっとそれはちょっと。ああ、そういうこと。梅酒のこだわりやつじゃないですか。ちょっと求める人、僕も梅酒のこだわり。梅酒のこだわり2つ。2つで。はい。で、求める人。あ、だれ全部、はい、打ち合わせで、はい、失礼します。和樹さんをデロデロに合わせてみんなでやるぜ。何を言ってる。急にどうしたの。なんか急に何を言ってる。いや、でもその普通に今肩組んでても全然あの自然にしか見えないんだけど、この2人。私も今は大変楽しいんだよね。でも楽しんでるんだったらいいけどね。抵抗がないっていうのはね、素敵なことです。特に男性にあの性的な部位を触られたらあれだけど、性的な部位は嫌だよって。嫌だっていうかね、それ訴えいいから。あ、ニョロニョロちゃんのコメ貼ってくれた人いるよ。 CO374683978 さん、もう今ニョロニョロファン3人いるから。神回だ。3人いるから。神回ですね。神回だ。そうなん、ほんとほんとほんと。みんなの嘘、言うんですか。みんなで集まってね、深夜とかにエロいゲスの話しても、ニョロニョロちゃんを囲ってやる回やりましょう。もうやりましょう。もう行こう行こう。怖い怖い怖い。やりましょう。頑張る。頑張る。もういい。優しく頑張る。頑張るじゃない。青いボトルのレッドブルー買って。青いボトルのレッドブル買って、エナジーチャージして、翼も入るはずということでね。はい、大丈夫、朝まで頑張れる。誰が50歳やねん。来年、純太の30歳を祝う会を。全然誰も食べてないんですよ。赤米ありがとうございます。本当に食べてないですね。はい、どうやるんですか。本当に食べてない。ちょっとそれ預かります。すいません。これ置いてあった。うん、あ、これはもうでかいよ。あ、本当でかいね。はい、そうだ。はい、もうこんぐらいでかい。わかるんだ、見ただけでわかるんだ。これ普通サイズ。ビール。乾杯。乾杯。すいません、はじめまして。てんてんです。今週ずっと飲んでる。マジか。まあね、時期だからね。あれ、カズちゃんとも初めましてですかね。ひたすら飲んでる。初めましてか、お互い顔出しなんてないですけど。全然、初めましてっていう感覚がないんですね。ないですね、全然ないです。こっちももう、初めましてですから、全然ないもん。何回会ってるか分からない。何回会ってる。恋人同士。いや、きついわ。お互いできついわ。ワルダさんも結構合ってるよね。結構合ってますね。今週配信の虫です。自分もおそらく挨拶の名前見えたんですけど、何回か多分活動してると思うんですよ、本社配信で。
そう、うん、過去に1週間私も多分お見かけしてると思うんですけど。あ、そうなんですか。わかんないです、はい、まあ、どこにでもあれば顔ですけど。いやいや、結構マジでマニアックな顔お互いにもみんなマニアックな、まあまあ、あるよ、マニアックっちゃマニアックのマニアック。かわいい。いや、もう全然来ないですよ。いや、今日は良かったわ。本社配信こうやって可能なレベルでメンバー紹介をお願いします。わかりました。まず、ニョロニョロちゃん、雑談生虫です。雑談、はい、エロ下ネタ、エロ下ネタ生虫ですか。オッケー、はい、コミュニティ作ったばかりなのね、はい、そうなんですね、はい、1週間ぐらいです。はい、1週間、あー、なるほどね。これから、ね、育てていく場合ね。野郎です。おっさんです。おっさん、あれ名前は、テンテンと申します。テンテンさん、正規末打者、テンテンさん、テンテンさん、テンシロウ、ラオ、研修部からラオで言ったらどっちですか。むしろ光る媚びぬ帰り見ぬみたいな感じのそっちの方、聖帝の方、聖帝の方ラオっぽいですよね。ラオ、ラオっぽい髪型はラオ、髪型は、ね、そしてこちら、あ、こんばんは、カズキです。眉毛系男子、カズキです。何人の枠だとそんなにシャイなんですか。こんばんは、シャイな、はい、そしてこちら、そしてカズキにスカートのバリッてやった。ごめんなさい、店長コスプレ破けた。そっちのハプニングスカート破けちゃいました。もう働けてないんですか。今普通に IT 系働いてます。 IT 仲間ですね。どうも、会社員です。素晴らしい。仕事的な女の子でやばい。なかなか言ってニコ生見てる人結構少ないですよね。本当に少ないよね。少ないですね。少ないよね。でも今会社で何人かには言ってますけど、全然興味ないみたいで。見ない。好きな人は好きだし。そうそうそうです。なんか来ました。ニコ動を見てる子がいてるって言ってて、ニコ動にも言ったんですけど、うん、僕ニコ動だからって話されて、すごいサイト。ニコ動を見てたまあまあな、ニコ生ってたもっとわずか。ニコ動はもともと前々から聞いててちょっと黙ってた。マイクです。恋人は参考オスマンさん。自分はニコ動からニコニコ知ったんで、君やからやってきた、ボカロが曲でやめろ。マイクですから。マイク、自分が知ったのはあれですか、明日撮影。でもハプバーで働いている時だったら、ハプバー行ったらなんかニョロニョロ割引みたいなのが発生したんですか。割引、割引、店員さんだったわけですもんね。店員さんで、女性にそれを振るのはやめてくださいよ。本当にダメだよ、本当。これはあかんよ。これはあかんよ、本当に。やめて、もうニョロニョロちゃんやめて、ちょっとこの後私の本物でお願いします。本当に最初は本物の方で、ね、始めましたってマスク振ったりとか、金バラ祭りじゃねえ、やめろ、面白いだろお前、最高かも。急に始めました。本当にネタになるか覚える。まあ、ちなみに一回摘発で摘発があって、大変らしいですね。大丈夫でした。その時みんなよく来てくれて、いろんなそれぞれ対象あるじゃないですか。よかった、それ稀なパターンだね。あれだから捕まってたら人生変わってたもんね。本当にそれが正解なのかは分かんないですけど、で、まあ、ある名前さんにすごい増える気だよね。昔からパソコン壊したって言う人。いや、もともとああいう経営者の人たちのグラビティとかの話から始めて、で、料理がそうなんで、まあ絵描きさんなんで、いや、絵を描けないんですよ、デザインなんで。チキン、チキン、私、よっちゃらわからないから。見て、でもほら、ニョロちゃん、バルタン許さん、やめろって、みんなほら、ほらニョロニョロファンがもうこんなに。やった、でも、むしろ私が押し倒すかもしれないパターンもあるから。頑張ってとかやめろ、ボケ。ニョロニョロ、込み抜けるって、ほら、ファン、すごいファンが怒ってるよ。え
まるちゃん立って私が落と立ってないからふにゃふにゃだから超ふにゃちんだからめっちゃ立ってるからもうこんなピクトルやめよこれもおしぼりですよ私はあれとディスられてる、ね、違う違うよだから私とまるちゃんがそんなことになったら抜けるぞって大好き、あとあの私がむしろ押し倒すかもっていうコメントに対してそうそうそうなるほどそう、そんなことするなと、俺のニョロニョロにそんなこと、そんなことニョロニョロはってことですよ、そういうことですよ。ニョロニョロさんのかっこいいです。俺のマルタンさんにかっこいいです。違う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 。今夜は受け入れないから。おいでよ、じゃあそんな言うんだったら。そう、ニョロニョロちゃんどこもみたいでしょ、本当だよね。本当だよ。みんな均等に4人分愛します。天使かよ。天使だ天使天使天使。そうになったわ今。天使かよ。愛してくれ。あのやり方は某点で熟知しております。ヨロヨロちゃんレベル高いな。おじさんの扱いが上手に言われません。多分ねえねえ絶対そうですよね。ひらひらで転がされてる。高いな。ハルちゃん、ハルセイちゃん、高校生の時にそのいくつの人と付き合ってたの。あ、じゃあ次の中で見ますか。同じモスコで年上の方が好きでしょ。岡田さん次は私はお召しのソーダ割りいただきます。年上が最高。40歳とかいけますか。セーフですか。セーフです。バルタナさんの40歳だったら全然ありです、ね、本格サイトしてて61歳の人から来た時は、ちょっと無理そう、ね、でしかも絶対61じゃない顔してる。70ぐらいの顔してる。そっちだったんだ。ちょっとそれはちょっと怖い。どういうこと。梅酒のこだわりやつじゃないですか。ちょっと求める人。あ、僕も梅酒のこだわり。梅酒のこだわり2つ。2つで、はい、ねえねえ求める人。あ、だれ全部、はい、うちので、はい、愛してしまう。お願いします。かずきさんをデロデロに合わせてみんなでやるぜ。何を言ってる。急にどうしたの。なんか急に何を言ってるの。いやでもその普通に今肩組んでても全然あの自然にしか見えないんだけどこの2人。私もね違和感ない。まあ今は大変楽しいんだよね。でも楽しんでるんだったらいいけどね。抵抗がないっていうのはね素敵なことです。特に男性にあのこう性的な部位を触れたらあれだけど性的な部位は嫌だよって。嫌だっていうかね、それ嫌可能ですよ。そこまで残って1、2、3、4、5。で、もう一人は本人だから6ピー穴を増やすときに。じゃあ、あと1人。あと1人男と参加者乗ります。めちゃくちゃ重労働だ。労働になってるし。まあ、確かに労働だよね。労働ですよ。労働オブザリングですよ。本当に労働オブザリングですよ。本当に募集しなきゃいけないですね。まだ間に合う。まだ間に合うぞ。枠ないで。池袋だ。なんで本社来るのやめるの。おいでよ。まあ、私行くかどうかわからないけど。ただ私ね、明日予定空いてますよ。私のここ空いてますよ。皆さんどうしますか。あー寂しい。私も空いてる。空いてる。俺もだ。私明日一人でなんか細々とニコ生見てようかな。じゃあニョロニョロとカズキと私のサンピーラブホ配信。あホテル代は割り勘です。近くあるから近く近く。そうあのカズキさんに私ローションとか買っていくのは全然ある。あどうだ。あのさすぐ近くにさ音のお茶あるからさそういかね。詳しすぎる場所ローションえだって言ってたじゃん。あでもどうあの濡れるタイプ。何聞いとんねん。今の良かったよ、カズキ。カズキらしくなかった。今の良かったよ。今のいいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。どういうことだと思います、皆さん。怖いわ。これどういうことなんですかね。いいよ、いいよ、カズキの口からね。どこから突っ込んだらいいんですかね。今の。映ってないから。普通じゃないですから、もう普通。リアリティがあるよ、リアリティが。他の人は分かんない。しっちゃかめっちゃかよ。比較したことないんで。入れられるときにこうすんなり入るか入らないかの濡れ人によりも単にやるじゃねえ。やめろボケ。やめろお前らやめろ。お前らやめろ。私やめろやめろやめろ。ピピピピピいつでも準備万端。ああうんえ
いやでもこの2人だったら多分もうニョロニョロ多分最初からぬれぬれですよこれ絶対にこの2人だったらこの2人ねそんなね下水話ないですよ本当にボサッとボサッと下ネタ言うのやめた結構さ結構素で言うよねネタにしましょうちょっとそう真ん中の人綺麗でしょ。そうなんだよ。綺麗なんだよ。ニョロニョロちゃんだよ。ニョロニョロちゃんです。ニョロニョロちゃんだよ。今日はちゃんと起床しました。カズキ問題発言。ニコ生から追放か。トースポ速報。やばい。なんでうちそんな厳しいんだよ。人体の神秘の。人体の神秘。はい。質問いいですか。そう、シャカシャカポテトのコンソメ一つと、イチゴとビーフ。かわいいよ。かわいいよ。かわいいよ。牛煮込みで。あと、なんだっけ。タラモ炒め。タラモ炒め。あと、肉豆腐。肉卵。タラモ炒めと。肉卵だっけ。肉玉ですか。肉玉。うん。はい。以上で。で、ご指南ですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。今日はやらせていただきました。はい。コンソメ。コンソメです。はい。ヨロヨロちゃんは彼氏とかいるんですか？いないです。募集はしてますか？してます。向き的に自分がなんかこう一番映るかとこにいいじゃないですか。さっきなんか店員さんを揉んでる感じになって。人の。例えば私なんかどうですか？すっぴんが見たい。私もお願いします。私もお願いします。バルニーで配信されてた。あ、そうだね。コメントくれちゃうよね。初めて見た。イケメン。イケメン。じゃなかったらこんな可愛い。でも、可愛くならないでしょ。私より体重が軽そうだからちょっと。ダメ？絶対軽いっすよ。ダメ？体重は私は。だってキャッシャーだもん。なんか。キャッシャーじゃないよ。お腹とアポタボだから。ちょっと整形してこよう。整形してこよう。同じ感じ。自分と同じ感じになってる。そんな気楽に言わないよ。人造人間キャッシャーみたいな感じ。キャッシャーね、もう分かる分かるよ。ガチムチ。ガチムチってかの、あの、ほうほうがせいっていうエリアで。25歳ぐらいですか。楽しみなみたいな感じ。くんなよさん。忙しい。さあ最近忙しいの？最近コメントなくて寂しいですよ。来てね。ちゃんとね。でも私この前枠内でなんかあのちょっと24とか言われてやった。やった。ごめん嘘。32に見えた。当たってる。大体当たってる。大体当たってる。来年33歳。結構家で配信するとき普通にすっぴんでメガネで眉毛しか描かないんで。あ結構雑談をやられてる。そうですね、雑談配信。なんか裏で見てるかって昨日発表して、いやいやいや入りますね。あ、じゃあ後でいけますね。はい。いや、弥生で見てたらしくて、カズキさんが。そう、弥生のコメント。はじめだってさ、あの名前で。すみません、こちら失礼いたします。はい、させていただいてもらってます。OK です。はい、こんなやつ。モル。いらないです。モル。最後にも貼って、振り終わったやつ。やった。え、でもこの姿でパコれますか？パコれるって言いそうな。パコれますか？どっちがパコるんですか？そっちが先ですね。うん、そう。バルタン邪魔よね。私は全然 OK かす。バルタンなんだ。掘りますよ。掘りますよじゃねえよ。そこで掘りもん。掘りです。その掘りですって感じです。じゃあみんなで掘りもん掘りましょう。掘りますって。掘り。すいません遠慮しておきます。ローストビーフ。ニョロニョロちゃんはペニバーニチョールになってきますからね。一応性別学的は女性性ですからね。そう。トースターで誰が頼んだ。頼んだ方トースターで誰が頼んだ。まあいいか。ローストビーフ頼んだ方。ローストビーフでしょ。ローストビーフでタラモで肉玉ポテトかぶったの。で、一級煮込み。さあ、これどなた？私のことを見てたよな。まあ別にいいんじゃない？
暑い。体が燃えるように燃えてるわ。汗ばむわ。汗ばむ。しっかり仕込んでる。しっかり仕込んでる。それはできない。汗ばむわ。汗ばむわ。可愛いでしょ。マジバサか。でもなんかあのパコれるかって聞いたら。掘る側がいいそうなんです。だってもう頭の中で今、混乱してる可愛いのに、え、嘘、嘘。そういう感じ。ちちんこ見る？うん、こっそり机の下から、うん、それはもうダメだよ机の下でこうやって見えないところでやったら面白くない。ただあれだからね、あの一緒にあの男子トイレ入ったことがあるからさそう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 、最近普通に男子トイレで普通にタッチションできるようになって漏れる漏れる漏れると言ってさやばい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 、トイレ行こうトイレ行こう。いやでもなんかニョロニョロちゃん女装子好きだって、本当好きって今なんか拳入ってたからもう本当に好きらしいし、本当に好きみたいな感じ。そう私の配信見れば分かるんで、たまにこうゲイの人が見るゲイのこう、漫画とかさらっとバイバイですとか言って2年前の私だったら無理やり抱いてると思う多分本当に2年前ってもう早いな、うん、いや本当に最近最近な話いや全く最近そういうことに全くもう本当にもう頓着になっちゃって、私もそういうこと頓着になっちゃいますね。ちっちゃい肉玉です。ねえ、そう思うでしょ、ね、半年ぐらい彼氏になって、だってみんな私が他の女とか男とやっちゃったら寂しいでしょ、嫌でしょ、そうでしょ、ねえ、まあ、してるから、ね、でも風俗場とかはやりたくないなと思って、ちょっともう顔を含んで受けて、まあ、やってることはもうあんま言えないんですけど、言えないよ、店内で私行ったことあるからここは、うん、でもあるみたいな感じで、私はなんかお酒作ったりトイレ掃除したり、箱庭ってそういうとこなんですよ。あ、じゃあ、流行ってモルモラさんがそのハプニング起こるだけじゃなくて、そのお店の店員さんとして見てたり案内してたりってだけなんで、それでハプニングが起こったとすれば、太ってすぎてこうなんか制服を着た時にスカートのバリってやったら、ごめんなさい店長、コスプレ破けた。そっちのハプニングやね。スカート破けちゃいました。もう働いてないんですか今。IT 系働いてます。IT 系、IT 仲間ですね。どうも。会社員です。いや素晴らしい。仕事できる女。仕事でやばい。なかなか言ってニコ生見てる人結構少ないですよね。本当に少ないよね。少ないね。でも今会社で何人かには言ってますけど、全然興味ないみたいで。見ない。好きな人は好きだしっていう。そうそうそう。なんか来ました。ニコ動を見てる子がいてるってて、ニコ動にも言ったんですけど、僕ニコ動だからって話されて。すごい抑えとる。ニコ動を見てたまあまあな。ニコ生ってたらもっとわずか。ニコ動はもう前々から聞いてて、ちょっと黙ってた。マイクです。恋人は参考。オスマンさんこニコ動からニコニコ知ったんで、ギニアからやってきた、あのボカロが曲でやめろマイクですからマイク自分が知ったのはあれですか、明日撮影でもハプバーで働いている時だったら、ハプバー行ったらなんかニョロニョロ割引みたいなのが発生したんですか。割引、割引、店員さんだったわけですもんね。店員さんで10ヶ月ぐらい女性にそれを振るのはやめてくださいよ。本当にダメだよ。本当これはこれはあかんよ。これはあかんよ。本当にやめて、もうニョロニョロちゃんやめて、ちょっとこの後私の本物でお願いします。本当に本当に最初は本物の方でね、やっぱ振りと思って金マラ祭りじゃねえ、やめろ、面白いだろお前、最高かも。急に始めてればよかった。おっぱいから入ってきた。でかいな、おっぱいな。ハプバーで働いたことあるって本当なの？
ガチ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 カップバーの店員さんって何どういうお仕事ですか。ちなみに自分も知らない。カップバーってどんなカップリングバーっていう風俗みたいなのがあって、あの元々飲んでたお店の人がそういうところでテストやってて、あ、そういうのがあるんだって。あったデフォルト。半年間だけちょっとあの学校行ってて2食になった時があって、定期代が欲しかったんです、うんうん、でちょっとまあ融通が効くじゃないですか、まあ、してるから、ね、でも風俗場とかはやりたくないなと思って、でうん、ちょっともう顔を含んで受けて、まあ、やってることはもうあんま言えないんですけど、言えないよ、店内で私行ったことあるからここは、うん、でもあるみたいな感じで、私はただお酒作ったりトイレ掃除したり、箱に向かってそういうとこなんですけど、一時流行ってモノムラさんがそのハプニング起こるだけじゃなくて、そのお店の店員さんとして見てたり案内してたりってだけなんです。それでハプニングが起こったとすれば、太ってすぎてこうなんか制服を着た時にスカートがバリッてやった、ごめんなさい店長コスプレ破けた、そっちのハプニングやねスカート破けちゃいました。もう働けてないんですか。今IT 系働いてます。IT 仲間ですね。どうも。会社員です。いや素晴らしい。仕事できるもんな。仕事やばい。なかなか言ってニコ生見てる人結構少ないですよね。本当に少ないよね。少ないね。でも今会社で何人かには言ってますけど、全然興味ないみたいで。見ない。カタクは好きだしっていう、はい、そうそうそうです、うん、なんか来ました、ね、ニコ動を見てる子がいてるってて、あそうそう、その子にも言ったんですけど、うん、ニコ動だからって話されて、うんうん、すごいサイト、ね、ニコ動を見てたまあまあな、うん、ニコ生ってたもっとわずかニコ動はもう前々から聞いててちょっと黙ってた、マイクです、で恋人は参考オスマンさん、ニコ動からニコニコ知ったんで、君やからやってきた、あのボカロが曲でやめろマイクですから、マイク自分が知ったのはあれですか、明日撮影、まあまあ、でもハプバーで働いている時だったらハプバー行ったら何か近くあるから近くあの家族さんに私ローションとか買っていくのは全然ある、あそうだ、あのさすぐ近くにさ音のお茶あるからさ、そういかね詳しすぎる場所ローションだって言ってたじゃないですか、でもどう、あの濡れるタイプ何聞いとんねん今の良かったよ、カズキカズキらしくなかった、今の良かったよ、今のいいよいいよどういうことだと思います皆さん、怖いわこれ、どういうことなんですかね、いいよ、カズキの時間ね、どこから突っ込んだらいいんですかね、今の映ってないから、普通じゃないですか、もうリアリティがあるよ、リアリティが、もうしっちゃかめっちゃかよ、比較したことないんで、入れられるときにこうすんなり入るか入らないか、濡れ人によるけど、で、たりやるじゃねえ、やめろ、ボケやめろ、お前らやめろお前らやめろ、私やめろやめろやめろピピピピピいつでも準備万端、いやでもこの2人だったら多分もうニョロニョロ、多分最初からぬれぬれですよこれ絶対に、この2人だったらこの2人ねぬれたらローションだ、そんなね下水話じゃないですよ本当に、カズさんはボサッと下ネタ言うのやめよ、結構素で言うよねネタにしましょうちょっとそう、真ん中の人綺麗でしょ、そうなんだよ、綺麗なんだよ、ニョロニョロちゃんだよ、ニョロニョロちゃんです、ニョロニョロちゃんだよ、ニョロニョロちゃん、今日はちゃんと起床しますカズキ、問題発言、ニコ生から追放か、トースポ速報やばい、なんでうちそんな厳しいんですかトースポからすっぱ抜かれてるよカズキには厳しい配信厳しすぎますよね、ニコ生ってチンコとかマンコとか言っても大丈夫なんですよね、やめろやめろバカ野郎
人の枠は反省して言うな、ボケ。ニョロニョロさん、よろしくそう、ニョロニョロちゃん。でもごめん、私、今夜彼女を抱くからごめんね。本当に申し訳ない。無理やり押し倒すやつでやるから、うん、やめてやめてっていうところ無理やりやるから今ここ引き開けて、うん、今ここで店内で、ね、本当に無理やりだよ、みんな興奮するでしょ、ね、想像するだけで我慢してね、言うだけだからね、チキン野郎だからね。チキン、チキン。私酔ったらわからないから。見て、でもほらニョロちゃん、バルタン許さんやめろってみんなほら、ほらほらニョロニョロファンがもうこんなに。やった。でもむしろ私が押し倒すかもしれないパターンもあるから。頑張ってとかやめろボケ。ニョロニョロコメ抜けるってほらファン、すごいファンが怒ってるよ。え？